まあでも決まってもまたスタンドで再開なんで、練習の方がきついですね。なるほど決めても決めてもなんないです、ね、だからなるべく30秒使って決めるようにしてるんですよトレーニング休む方法あ、そういうことですもんね。決めても勝ちとか負けじゃないですからね。逆に10秒とかで決めてしまうとすぐスタンドになってしまうんでそれ貴重なこう現場の雰囲気を伝えてもらってでも効果的な練習ですよね、大変ですよね。そうです、当然スタミナがまずつきますよね。そうですね、うまいですね、確実に倒していきます、はい、ちょっと前選手が腰が高いんで投げられやすいんですかね、まあ、印象としてはちょっとポイント稼いでる感はありますよね、宇賀選手ね。はい、ここはまあ上半身にこう抱きつくようにしながら、まあ、ポジションを取っていくという感じではないようです。ここで第1ラウンド終了となりました。ご覧いただいているのがリミット52キログラムライト級の5分2ラウンド制です。セコンドには阿部裕之選手、さらに藤井恵選手がついています。まあ、阿部兄というニックネームでおなじみ、阿部兄コンバットクラブ AACC 所属です。サイドフック、まあ、でも内海さん、こう画面もらって血を出しながら前に出ていくっていうのはこうプロレスラーらしいっていう、まあ、勝手なイメージですけど。いやでもらしいですよね、ありますよね、本当にね。逆に鼻血出した方がなんかモチベーション上がるじゃないですけどね。辻選手ってなんかそういうのあります？一発もらったりすると逆に燃える。あ、ちょっと鼻血に出してるのがバレると、あの相手が元気出るんで、すすってでも見せないようにします。へえ、そうですか。あ、相手がよし、辻は鼻血出したぞと思われるのが嫌なんで思いっきりすすります。すごいですね、飲むですね、まあでもそうですよね。さあ、ここは腕を決めにかかるか。さあ、どうだ。今もう返されはしてるんですけど、テイクダウンを取ってるのは風花選手の方なんですよね。そうですね、うん、でここまでの試合展開、これが続くと前としてはちょっと焦ってきますね。そうですね、うん、この前の先ほど松井選手は腰がちょっと高いかなっていう話がありました。風花としては先ほどから倒して、まあ、ポイント的にもここでジャッジのアピールできます。鼻息はちょっと前の方が口が開いてきます。右のハイキック、ここは距離を取って防いでいます。はい、リードジャブから右へカウンターで当てたいんですが、ここは空振り。ヨーキックにワンツー返していきます。辻選手、ちょっとこうリズムが取れなくなってきてますか、前選手は。そうですね、あのパンチをもっと出したいと思うんですけど、うん、出したら組みつかれるんでなかなか難しいです。今もこう足を決めるようにしながら倒して結果上を取ります。風花、5分2ラウンド制、これが最終の第2ラウンドです。鼻血にめげてないですね。そうですね、うん、プロレスのリングでは今年の2月にアストレスというまあアイドルプロレスラーの集団、はい、そこをこう卒業してプロレスラーとしてもコスチュームもこう可愛らしい感じの衣装から黒いコスチュームに変えてという、なるほど、ストロングスタイルになったわけですね。みたいですね。ここは前が上になりました。でも辻選手、やっぱりこういうペース自体が風花選手のペースなんでしょうね、きっと。そうですね、ここでもまあパスして狙いに行けばまた感じも違ってくると思うんですけどね、はいはい、まあ、やはり前としてはスタンディングでこうプレッシャーをかけていきたい、そういう選手なだけに、
ここからはあまり仕掛けはまだ見られないか。首から回してリストを握っています。この後ここも30秒経過、残り時間がまもなく1分10秒になります。前としてはこの立ったままで打撃を当ててダメージを与えたいところです。リードのジャブがありますが、先ほどのように1ラウンドのようにはパンチ顔面に入れられなくなってきています。左のフック、逆に風花の方が当てます。足をキャッチしてまたこう出し投げのようにして上を取る。パンチを恐れずに前に出てるのが風花選手の方なんですもんね、うんうん、ここもガードを越えていこうという風花です。ボディに鉄槌、残り試合時間30秒、グラウンドタイムラスト5 4 3 2。ここもグラウンドの時間30秒タイムアップです。試合自体も残り時間20秒、で白いコスチュームに血が滴り落ちています。風花右のローに合わせて、さあパンチ連打が始まります。しかしこうなるとうまく組みつく、ちょっと前としてはこうフラストレーションたまりますね。そうですね、やりたいこと潰されてるんで。ここでタイムアップです。判定にもつれ込むこととなりました、うん、最後の三木さん表情も前選手がちょっとイラッとした感じでしたね。そうですね、杉選手のおっしゃる通り、そのやりたいこと潰されるとイライラするでしょうね。しますね、うん、青コーナー風花、笑顔が見えます。風花青コーナー風花、現在の青コーナー風花以上3対0を持ちまして、さあこれで3戦目にして3戦戦って2勝1敗とついに勝利勝ち越しになっています。さあ水口さん、改めて一言いただきましょう、この風花に対して、はい、本当に組み際でね、はい、接近戦で潰して自分の展開に持っていった勝利だと思いますよ。そうですね、練習した成果が出たと思います。さあこれから先こうフィニッシュ一体どういうものを身につけるかなっていうのも楽しみです、勝利は風花です、難敵舞を下しています。ビビってしまって、自分が優勢に進めてたということで悪く守りに入っちゃったんですけど、でもやっぱ気持ちは全然折れなくて勝てると思ってました、はい、よかったです、ありがとうございました。最強革命第2章、ウィンディー朋美。6月の後楽園、ウィンディ朋美にとって今なお鮮明な記憶、3年間追い続けた女王辻優香へのリベンジマッチ。何度も殴られ鮮やかに締められた、知らぬ間に落ちていた、気がつけば負けていた。ここまでダメか、ウィンディの覚悟が動き始めている。今もうここでやめときかなっていうのを普通に最初思いました。それだけ重かったんですよ、やっぱりあの試合はかなりで、まあ、周りの人からいやそれは違うだろう、負けたからこそ次が見たいしっていうことをいろいろ言われたりして。格闘家として踏みとどまった最後の一戦、覚悟を決めた女は強い、それがウィンディならもっと強い。待たせはしない、最強革命第2章、早くも始動。自分が変えられる気がしますね、はい、キャラを変えるとか怖くなくなるって意味じゃないんですけど、多分すごくリンクに上がった時に私は変わってると思います、はい、アンフォーギブン、セリー総合キックなどあらゆるリングで戦うセリ、ここ1年10戦9勝とその試合数と勝率は圧巻の一言、再起をかけるウィンディの前に絶好調ファイターが立ちはだかる。最強第2章始動、ウィンディ朋美、朋美組のスーパーコンピューターセリ、
SGS 公式ルール 54kg 契約5分2ラウンドウィンディともみ VS セリー。今年4月にはキックボクシングの東洋バンタム級王者にも輝きました。しかしその2ヶ月後6月、今日のゲスト辻選手との戦いで完敗を喫しました。3年ぶりとなる辻選手との戦いは失神一本負けという形です。しかしそのウィンディともみが早くも再戦に臨みます。さらに怖くなって、そんなコメントもありました。今リングインです。静かな入場となりましたウィンディともみ。SGS 公式ルールリミット 54kg 契約となります。契約体重での戦い5分2ラウンド制。パンクラスイズムウィンディともみ対、対する画面左青コーナーになります、ともえ組セリです。164センチの長身、非常に試合数も多くこなしている選手。この1年間の間はキックボクシングの試合も経験しています。さあ三月さん、はい、勝利を一つの試合に勝利をする人があれば、敗れる選手がいて、その敗れる選手の再棄戦という形ですね。そうですね、まあ、どうなんですか辻さん、ああいうやめようと思ったまで言ってましたけど、さっき選手ちょっとやめられた後味悪いですね。後味悪い、なるほどね。まあ、それだけのある意味こう戦い気になってたんじゃないですか、この戦いはどうなるのかなっていう。そうですね、セリー選手が練習に来てたんですよね。そうなんですか、はい、試合の1週間前に、ああそういう、はい、また注目もあったんですか。そうなんです。なるほど。さあしかしここ立ち上がりは非常に勢いがあります。ウィンディともみ右のローキック、まあ、キックボクサーとしてはもうウィンディともみの方がこう経験も豊富です。右のハイキック、スピードがある左ストレートにつなげた。これセリ選手はそれはどういうこうテーマを持ってるんですか。一緒に練習されたっていうのは。いや突然来るってあんまり喋ったことなかったんですけど。そうなんですか。なんかもうずっと練習すれば強くなれるみたいなのがもう定説になってきているような。そういう時に聞いてくるんですか、ウィンディ選手の癖を教えてくださいとかっていうのは。まあ、直接そういうふうには言われないんですけど。でも目的はそうですよね、まあまあ、ね、それに向けてのこの試合に向けてのですもんね、トレーニングは。で実際トレーニングはされて練習されてどんなイメージを持たれました、このセリ選手。そうですね、練習以上に試合がうまい選手だなと思います。本番に。しかし三月さん、ここを見る限りはこう、はい、すごい気持ちが乗ってるのがウィンディの方ですね。そうですね、復帰戦と言われますけど、なんかその全然気持ち切り替えてるんじゃないかと思いますよね、はい。まあ、第2章なんていう先ほどのコメントもありました、ね、ワンツー出していきますがウィンディが全く下がりません。ミドキック手数が非常に多いウィンディともみ、グラウンドに持ち込みたいセリ。しかしながらウィンディは全く腰が動きません。重い。先ほどグラウンドになっても上になっていたのがウィンディです。両脇を上げるようにします。だからもうなんか小細工なしでもうキックボクサーとして戦ってる感じですよね。なるほど、はい、左の膝、まあ、このウィンディともみ選手が、渡辺久恵選手が先日、まあ、別のリングディープの戦いで、いい戦いをして、それを見てすごく刺激になったようですね。渡辺久恵は、うん、まあ、一緒にこう練習もして、はい、したりしていて、はい、彼女はグラウンドでも戦おうと決めようとしてたけど、私は辻選手と戦った時グラウンドを早く終わってくれ、そんな風に考えていたと。なるほど。膝もう一つ、うわガンガン首を振っていきます。すごいですね。怖いですか。最強と言われるゆえんが今日は非常に見えています。今度は背中に乗るようにするセリですが、サイド取りながら結果正体します。ウィンディともみの方がセコンド奥にはパンクラスイズムの伊藤孝文選手、さらにはキックボクシング全日本キックボクシング AJ ジムの中島トレーナーの顔も見えます。右のパンチ振ってきます。もう水木さん、いわゆるこう目を閉じたりとかっていうのもないぐらいに。そうですね、蹴りとパンチだけで勝負してますもんね。迷いが
ない時のインディはめちゃくちゃ強いですから。ああなるほどね、確かに迷いがないわ。こう心技体って言われる心ってそういうことなんですね、うん、そうですね。これもミドルキック、うん、ちょっとこう口を開いて息が荒くなっているのもセリの方です。ああセコンドの声も聞いてますね。今返事をしていました。このがっちりした首相撲から膝を入れてきます。これを嫌って腰を下ろすセリ、完全に上から潰しています。もうセコンドしっかり見ています。上のウィンディトーミー、本当に怖いぐらい普通の表情のまま、6月の試合の時はここからの練習をたくさんしてましたね。この切られてからの、はあ、なるほど、すごくうまいんですよこの切り方が。そうですか、力もあるんですか。力もありますね、うん、リング使うのがすごい上手で。これは残り時間もう少ない、セリとしてはまた呼吸自体もこう上からプレッシャーを受けて厳しい。逆にもう無表情なのが最強、このニックネームをさらに加速させるような表情です。ワンツースリーまで行く、前蹴り一つに対して強烈な右のロー、もう一つ今度ハイキック鼻先かすめます。今思わずゴングの後三月さん首ちょっと振ったのがセリの方でしたね、はい、そうですね、本当に迷いないんじゃないですか、うん、最終の第2ラウンド、まあ、改めて鈴木選手1ラウンドどう映りました。怖いですね、もう本当に唾液やんなくてよかったですよこの6月にこの首相撲も本当に勢いがあります。完全にコントロールして今も聞いてちょっと痛がるような感じでした ね、はい、逆に辻選手セリの方としてはこの流れ厳しいですね。そうですね、なんとか組みついてグラウンドに持ち込めたらいいんですけど、うん、調子乗ってますからね今。そうですね、調子乗ってるというか、ずり乗ってるって意味じゃなくて、いい調子だということですね、はい、そうですね。テイクダウン考えてないですもんね今これウィンディ選手ね。そうですね、こうミルコクロコップ張りの、ね、ミルコ張りのね、本当に突き放すっていう感じですよね、左のフックも入れてますね。今度は膝入ってきましたね、ああセリカもこれ防戦一本なんです。ボディも強い、ボディも効いたな今。あの表情も歪んでます、口も開いてる、あー決まった、これお腹にこうねじ込んでえぐり込んでいくような膝です。上手が入りましたね、カウントが重ねられます。立てないか、うわーそのままゴングです。ようやくにやりと最後笑ったのがウィンディともみ。辻選手、こう辻選手がある意味吹っ切らせたのかもしれませんが、こう強くなってますね。嫌ですね練習来るって言ってましたよ、ウィンディ選手が、はい、はあ、お手もてですねある意味三木さん、でもどう映りましたか。特別でしたね、特別でしたね。やっぱこの最強の今日って誰が考えたんですか。そうですね、まさにこの人のためにある言葉です、完勝を収めたのがウィンディともみ。キックボクサーだったら膝で勝てるってかっこいいと思う、すごい嬉しかったですね膝で勝てたことは。でも今回のテーマは別にこだわりはなかったんですけど、倒しに行くっていうことだけですね、こだわってたことは。だからタックルに入れなかったんですけど、そういういろんな意味でやろうっていうことは考えてました。もう復帰戦というかまた一からやり直してるつもりなんで、目標というよりまたがむしゃらに行きたいですね、はい、それが今は一番です。三井さん、はい、まさにこう軍需割拠っていうテーマ通りの、そうですね、なんかサバイバル戦が展開されてますよね、いい意味でのね、まあ、そのでもウィンディ友美選手が辻選手のところにこうまた出稽古に来るんじゃん、うん、ですね。じゃあ近々ね、どうなんですかねどういう気持ちなんですか。だって結果的には最終的に女王たちの首を取ろうと思って女王の元に練習に来るんですよね。いやウィンディは何考えてるか分かんないですこれこの辺はちょっと教えないと思うとか、これ以上教えるとちょっとやばいからこれはやめとこうみたいなのね。ねえ、まあ、それは本当にそのトレーニングしてあともぜひ聞いてみたいですよね。これ複雑ですよね。もういいんですけどね、うん、
まあ、そのウィンディ選手が先ほど、まあ中ではコメントをご紹介したんですが、はい、その渡辺久美選手の戦いに非常に刺激を受けたと、うん、その試合をこれ手に入りましたので映像をご紹介しましょう。感想でしたね。はい、すごい試合でしたよね。すごい試合でしたね、うん、しかもあのディーブというイベントはあの、ね、女子の試合が1試合だけの、はい、セミファイナルの1試合だけの中での、だって男の試合も食っちゃったような、ね、うん、内容だったもんですから、衝撃的な結末だったんですね。まあ、こう女子の戦いっていうのはなかなか KO っていうのは少ないですけど、あれだけ完璧に、ね、はい、これは辻選手も当然気になって、ね、実はビデオを手に入れられてご覧になったということだったんですが、どう映ってどう感じました？本当に渡辺さんが強くなったなって思いましたね。そうか、寝技でもキャッチ取ってたし、すごいですね、うん、その渡辺久美選手も、辻選手に敗れて辻選手のところに出稽古に来て、という部分が、まあ、そういう意味でも複雑な感じでしょうけどね。まあ、あの系を見たらさっき勝っててよかったなと思います。なるほどね、正直で思わんなその辺は。でも刺激になりましたね、きっと。そうですね、またひょっとしたらそろそろやらせてくださいなんて言ってみる可能性がいる人が本当に辻選手の周りにはたくさんいるんですけどね。
ドル級女王決定戦、ガールファイトモンスター赤の瞳。2000年イタリア国際優勝など柔道で世界レベルの実績を残す赤野。昨年行われたネクストシンデレラトーナメントを全試合一本勝ちという大会初の偉業で制し、その規格外の強さを証明した。今年に入り積極的に海外選手と試合を行う赤野。体格で劣る相手にも決して輝きを失わないその技術。日本が誇るリアルアスリート、現在 SGS ルール7戦全勝と未だ無敗。さらに自らの入場テーマを歌う異色のシンガーソングファイター。プロデビューからわずか2年で巡ってきたベルト取りのチャンス。スマック本戦初のメインでも気負いはない。リアルアスリート、いよいよベルト取りへ。普段の勝ちよりも、まあ、結果的に多く残るということで落とせないというのと、まあ、これからつなげていく上で取っとかないといけないタイトルだと思うんで。ガールズブルースリー、モーリー・ヘイゼル。ブルースリーが創始したジークンドーをベースに輝かしい実績を誇るアメリカンファイター。空位となったミドル級のベルト、初参戦でいきなり強奪なるか。一瞬タイミングがあれば、まあ、そこで決めに行きたいんで、まばたきせずに見といてもらいたい。リアルアスリート赤のベルト取りなるか。モーリー・ヘイゼル初参戦、即女王か。ミドル級女王決定戦 SGS 公式ルール5分3ラウンド、赤の瞳 VS モーリー・ヘイゼル。ワールドファイティングスマックガール 9.15 後楽園ホール大会ご覧いただいています。いよいよスマックガール 9.15 後楽園大会メインイベントを迎えます。ミドル級の王座決定戦になりました。こちらが AACC 所属の赤野瞳です。さあ三木さん、改めてこの選手も実績ベースはすごいんですよね。はい、そうですね、まあ、柔道は藤井選手、ね、同門の藤井選手と高校時代も同じ柔道部で活躍していたということで、はいはい、だから今回の対戦は本当にね、グラップ対ストライカーという対決なんじゃないですか。そうですね、はい、でね、あんまり意識して見たことはないんですけど、とにかく無表情というか、うんうん、冷徹というか。そうですね、はい、実はそうなんですね、はい、現在空位になりましたスマックガールミドル級の女王決定戦となります。対戦相手がこの選手が、そうですね、ジークンドーブルースリーの創始者である、ジークンドーを操る選手だということです。はい、モーリー・ヘイゼルとこの赤の瞳の戦いです。今セコンドにはリサワード、先ほどすごい戦い見せたリサワードもついてましたね。なるほどね、一緒に練習してるわけじゃないんですよね。どうでしょうね、うん、さあこの戦いでミドル級の女王が決定します。リミット58kg。さあ赤野はこの無表情のままですが、一つここまでの課題と言われていたのがスタンディングでのこう顎がちょっと上がってしまうんじゃないかという話がありました。まあ、避ける時にね、ちょっと上、今もそうですけど、うん、ちょっと上を向いてしまう癖がありますよね、赤野選手はね、はい、コーナーに押し込んでいきます。しっかり脇を絞るようにして、ここは押し込んでの膝、膝さえもらなければ、うん、中野選手の得意なパターンじゃないですか。そうですね、うわー来た、いきなり辻選手いかがでしょう。今一本背負い来るのかなと思ったところに倒されたんで、私も今倒されてましたね。あー、そうですか。練習の中では。さあ今度は足絡めに行きます。これを嫌って体を寄せるのがモーリー・ヘイゼル。そうか、自分を等身大の置きながら見てるわけですね。あー、やられました今。最初こう背負われると思って、そのピクッて体が反応したら実はかけてきたと。僕らはそういう言い方ができないかな。じゃあ映像見てたりするとこうカメラのアングルによっては顔避けちゃったりみたいな感じもあるんですか。あ、そうですね、あ、やられたとか。
やっぱり組みたくないですね、赤野選手と組んだら投げられるので、はあ、そうですか、距離を取って、うん、まあ、それはモーリー・ヘイゼルもそのことは一つあるかもしれません。先ほどあの綺麗な転がされましたからね、はい、ここは距離を保ったまま右のフックです。右足前に構えるのが赤野、左のローキック、モーリー・ヘイゼル、まあ、今みたいにローとかで散らしていけば、うん、ストレート。もう赤野選手と戦う側になってませんか今そうですね、違いますね OK です。いやいいと思いますよ、そういう方がいいと思いますよ、ここはやはりスタンディングではこうペースを握ろうとしているモーリーヘイゼルか。そうですね、うん、この距離嫌います。一旦距離を取りました。こう独特の空手っぽいようなこう構えもしますね。そうですね、まあ、ジークンドーはこういうさばきっていうのがありますからね、はい、だからやっぱり伊達にジークンドーを名乗ってはいない、うん、ストレート顎を捉えます。右のももに入れます。ちょっと足が流れた。うわ、膝顔面に届いてくる。少し距離を保ったまま、うん、この膝蹴りはちょっと注意した方がいいかもしれないですね、赤野選手ね、あのちょっと不器用ながらもちょっと入ってきますから、うん、ポイントで。ローキックも絡めます。逆に赤野選手も今膝出してもいいかもしれないですよね。ああそうですね、さすがこの辺りはその柔道で培った投げの技術です。あっさりとマウントを取ります。まあ、ここから首から上へのパンチは禁止されています。まあ、これはそれを考えて嫌ってしたから組みつく。この間に時間が経過していきます。腕のロックを切ることしか考えてないですもんね今はね。マウンドの入り方も早かったですね、はい、首を押し下げるように。しかし時間がないか、嫌がらせだ、すごいですねすごいですねいや、いい嫌がらせだと思いますよ今の。まあ、でもあれで顎上がったりしてしまえば腕とか絡めるわけですよ ね、はい、上等手段ですね。前蹴りを放ちます。それに合わせて左のローキックはモーリー・ヘイゼル。赤野選手の方もこう昔のこうコッポーのような感じの構えに見えますね。胸の前に手を置いて右のローキックで入っていきます。画面にワンツーは赤野。右のストレートモーリーも返す。ちょっと上がってしまうか赤野。まあ、打撃で、ね、パンチで勝とうという意識がないでしょうから、もう相手の打撃をかいくぐっていかにしてテイクダウンかですもんね、はい、高野選手の場合はね。そこに徹しているというのがいいんじゃないですかね逆にね、うん。まあ、先ほどウィンディ選手の時もありましたけど、こう自分の戦い信じているかどうか。そうですね、大きいでしょうね。これやはりリングの中央スタンディングでは取るのがモーリー・ヘイゼル。残り時間20秒切ります。さあこれまたリスト握っているとここからでも投げもあります。膝を入れて、うん、やはり投げを嫌って今度モーリー・ヘイゼルの方が膝出せません。腰のあたりを押します。今度は引き込みにかかった。すぐにもう腕に絡もうとします。あれ早いんですね赤野選手。そうですね、危なかったです。うん、第1ラウンド終了となりました。この戦いはミドル級の女王決定戦、まあ、王座戦ということで5分3ラウンド制です。続いて第2ラウンドスタート。辻選手改めて第1ラウンドの印象、そしてこのラウンドっていうのはどういうところを見ていきましょう。そうですね、早く組みついてやっぱり投げて自分のグラウンドに持ち込みたい赤野選手 と、うん、ちょっと距離を取っていきたい森ヘイゼル、はい、ですね、はい。で自分をどちらに置き換えると今は詰めるところですか。え、今私どっちですか。え、いや、もちろん赤野選手戦ってるわけですよ。赤野選手ですか、はい、うーん、距離取って右のフック、これ嫌ですね。嫌ですね逆にもう もうくっつくならくっついて、うん、
中途半端にあの距離を取ってると投げられた後にそのまま腕取られたりとかするんで、投げられても次決められないような位置にいないと、あ怖い怖い怖い。さあ1本攻めです。もうすぐまたポジションも取ります。十字いけるか。アームロックの形でしょうか。腕十字の形。さあこのフック、クラッチが切れればチャンスですが、これはがっちり抱え込んでいます自ら。モーリー・ヘイゼル、グラウンドの時間がもちろんこのタイトル戦も30秒です。いやしかし強引にこれ引き抜こうと足を使って奥の手、クラッチしている側を蹴って外そうとしています。さあどうだ、伸びるか。さあ伸びた。ただタップはないが、ここでタップアウト。ミドルキロ上が決定しました。赤の人になんと1本で切って落とします。いや辻選手さ1本で来ましたね。そうですね、もうあの形になっちゃうと赤の選手強いんで、あれまでになんとか対処したかったですね。対戦する側の話ですね。そう、あそうです、はい、石井さん、いかがでしょうか。いや見事な、もう自分の戦いを信じた結果になってますよね、まずね。もう泣いてんじゃん。あ泣いてますね。そうですね、全然無表情じゃないじゃないですか。ここに来てようやくですよ。だからタイトル取ったからですから、はい、これがフィニッシュシーン。あれだけ30秒の中でしっかりこう腕クラッチしてるように見えたんですけどね。計算できてるのかな、やっぱり。なんかすごく萌え方が下に、風花選手がいらっしゃいます。これ一緒にトレーニングをしているメンバーたち、奥の藤井めぐみ選手も涙がありますね、はい、これでもこの男子じゃなくて女子がやってるところですね。そうですね、新女王誕生です。9.15 スマックガール後楽園大会、大会のサブタイトルが群女割拠とありました。まさにミドルウェイトのこの群れの中から頭一つ抜け出して、頂点に立ったのが赤野瞳です。初のメイン、初のタイトルマッチでリミット 58kg の新女王に輝いています。もうすごい、入場する前からもう今までね、いろいろしてもらったこととか言ってもらったこととか思い出すと、もうその時にもう実は入場の時にも泣きそうになっ て、でそのまま終わったら泣いちゃいました、はい、試合前にですね、疲れてもないのに一回調子悪くなった時があって、それでその時にみんなにやっぱり支えてもらったんで、まあ自分のこの格闘技の次のステージ行ってレベルアップとかいろんなところのアップしていきたいですね、気持ちも。またこう後のインタビューですけど、また思い出してじわっときてるんですね。そうですね、はい、伊集さん、これで、ミドル級のまた頂点が定まってという形になりましたね、はい、いい意味でなんかランク付けができてきてるからいい状況ですよね、今のスマップが。そうですね、伊集選手、改めてこうベルトを持ってる選手のなんていうかな、こう選ばれし者のこうきっと恍惚も不安もあると思いますけど、練習頼みに取られるのは一つだと思うんですけど取った時は嬉しいんですけどね、狙われるんでちょっとね、取った時は嬉しいんですけど。そうですよね、まあそれがでも女王の義務というか、はい、女王は大変なんですよ。大変ですね、結構取ってからの、まあこんなにしんどいとは思わなかったですね、はあ、一番は何がどの部分がそのしんどい。まあ、狙ってくるんで、狙われるんで常にですよね、はい、でこの先どうなるのかなっていうのも非常に気になるんですけども、辻選手はその防衛戦っていうのもいつかやらなくちゃいけないですよね、もちろん。そうですね、まあ、そのワンマッチも含めてですが、何か決まってることはあるんですか、まさに。あ今は
まだ決まってないんですけど、まあ、またあったかくなったら随分先だなそれ。すみません、まあ、今どんどん寒さに向かっている。今秋ですよ。ですけど、あったかくなったらってちょっと冬ごもりしてる動物のコメントみたいな。ちょっと寒いとあんまり動けないです。低温な感じな動物なんですか。でも対戦相手っていうのはこうどうでしょう、女王から選んだりできるものなんですか、こう浮かんだりするものなんですか、この人でやりたいなとか、この人でやりたいとか。まあ今はみんなから言われるんで、あの藤井さんと、はい、言われるから意識しますよね。ああ、そうですか。藤井さんもうそれは絶対に言いたいですよね。まあ、まあ最終というか頂上決戦みたいなふうに思ってますからね、私もね。そうですね、はい、そんな楽しみがあるんだったらあったかくなるまでも我々はもう待ってますけれども、ね。そしてスワッグガールの年内の最終イベントが11月29日になりますか。これは後楽園大会ですね、西さん。そうですね、後楽園ですね、はい。まあ、まだこの段階ですから具体的なカードは決定していないということですけども、はい、なんか噂によると、あの先ほどちらっと VTR をご覧いただいたすごい慶応が勝ちました方、ね。まあ、日本女王の久江ちゃんでも出てきてほしいし、うん、まあ、僕はあの空手家の2人岡田まどかと小林優香には出てきてほしい、ね、やっぱりちょっと異質な空気を呼び起こしてくれるんだよね、岡田まどかも今無敗でしょ。そうなんですね、はい。ちなみにその今ご覧いただいた大会 9.15 も会場に学校の帰りに制服で、はい、見ていましたよね、岡田選手は、はい。そうですね、あの違う風を呼び起こすというのはいいことだと思いますよ、うん、はい。そうするとね、あの彼女の肩にもだいぶ軽くなってくる。今常に背負ってますからね、女子格闘技とスワッグガール。でも新しく入ってきた選手たちも狙っているのは辻選手だったりするわけですから。まあまあ裏を返せばめちゃめちゃモテると、はい、いうことでいかがでしょうか。そんなモテモテの女子たちが、はい、映っているこちら、今年でですね6年目を迎えますスマックガール、ついにオフィシャル本の出版が決定しました。今回はこのオフィシャル本に辻選手のサインを入れて3名様にプレゼントいたします。これ辻選手のサイン、あらのあたしです。辻選手のサインもありますし、ちょっとなんか少しこういった試合経過などもありますし、選手のこういうデータもありますからね。あと大会の全公式記録が載ってるんですね。載ってますね、はい。ぜひこちら、できればお買い上げください。そしてこの番組にもプレゼントしますので、ぜひご応募ください。その応募のプレゼントの方法は番組の最後にお知らせいたします。さあ、そろそろお別れの時間ですが、じゃあ辻選手、ぜひ最後にファンの方に何かメッセージがあればぜひいただきたいんですか。ま、あの暖かくなったら頑張りますので、ま、それまでも頑張るかもしれないですけど、まあ、また頑張ります。今頑張る7回ぐらいですけど。さあ、そろそろ別れの時間近づいてまいりました。今回のワールドファイティングはスマックガール 9.15 後楽園ホール大会群青割拠をご覧いただきました。解説にはゲスト解説にはスマックガールのライト級女王の辻優香選手、そして三木俊幸編集長にお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回のワールドファイティング、そしてスマックガールをお楽しみ。ごきげんよう、さよなら。写真撮ってご覧ください。面白いです。どうぞ、いかがですか。どうですか、本どうぞ。インセンス出版から発売中のスマックガールオフィシャルブック、スマックガール6年間の激闘の歴史を膨大な写真と充実のコラムでまとめたこの一冊、今回は辻優香選手のサインを入れて3名様にプレゼントいたします。詳しくは J スポーツ格闘技サイトにアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。